あの誰かを念頭に置くというよりは、私は制度の話をしたいんですけれども、この検察庁の初めての定年長について、えー、質問をしたいと思います。 えー、黒川博文東京高検検事長の定年延長が、検察庁における初めての定年延長事案として問題になっていますが、今申し上げたとおり、私はあの黒川検事長の疑惑というような俗人的な噂を今日この場で質問するつもりはあ,のありません。ただ、検察官に国家公務員法を適用して、定年延長を認めるというのは、検察庁という組織の本質に反しますし、違法の根拠がない違法な措置だと思いますので、しっかり議論したいというふうに思います。 法務大臣にお伺いします。検察官の人事については、それを定める検察庁法には定年の延長の規定がありません。もちろん定年延長された前例もありません。なのに今回、国家公務員法の規定を使って、初めて検察官の定年延長を認めるということですが、質問します。大臣の見解では、制度として検察官の定年延長が認められるようになったのはいつからですか 法務大臣森雅子君、森制度としては当初からだと認識しております、えー、山尾しおり君当初というのはいつですかえ、戦後初めて検察庁法の22条で、検察官の定年年齢が定められたときなのか、それとも国家公務員法に定年と定年延長の規定が定められた昭和60年なのか、それともそれ以外なのか、いつですか。 法務大臣、森政子君。国家公務員法が設けられたときと理解しております。委員長山尾志り君。国家公務員法に定年と定年延長の規定が定められたのはいつですか。法務大臣、森政子君。昭和56年の改正のときでございます。山尾 しおり君ちょっと昭和56年なのか、ちょっと昭和60、私60年だと思ってたんですけれども、まあ、あの、そこをちょっともう一回確認していただいて、私が間違ってたなら、あの、56年でもいいです。あの、体制に影響ありません。今の話でいくと、じゃあ昭和22年から、その、国家公務員法に定年の制度ができるまでの間は、検察官は定年の延長ができなかったけれども、 国家公務員法に定年と定年長という定年制度が入ったときに、突然、検察官も定年長ができるようになったと、そういうい主張ですか法務大臣、森雅子君。 えー、昭和56年の国家公務員の法改正が60年に施行されておりますので、そのときにあの制度が入ったときに、勤務延長の制度が検察官にも適用されるようになったと理解しております。うん、委員長山本しおり君 そうだとすると、このとき、まあ、けんけんがくがくの議論があったわけですね、公務員に、一般公務員に定年と延長を、まあ、認めるかどうかという議論があって、えー、そのとき、まあ、できた条文がですね、あのまあまあ、こ一般公務員はあこの年齢に達したら、まあ、定年ですという条項と、プラスあの延長の条文ですね、定年に達した職員が全条第一項の規定により退職すべきこととなる場合に延長できると。 いいうふうふにまあ書いたわけでですこの改正でもし、検察官もこの際、定年延長を認めるんだと、そのときの立法者が判断したなら、全条第一項の規定によりと書かずに、定年に達した職員が退職すべきこととなる場合にと書きますよね。何も、全条第一項の規定により、退職すべきこととなる場合に延長ができると書いたら、検察官は入らないですよね。大臣検察官の 定年は国家公務員法で決まってるんじゃありませんね、定年自体は。検察官の定年自体の法的根拠は何、なんという法律ですか法務大臣、森昌子君。検察庁法でございます,そうですね、委員長。山尾志里君。そうすると、今、大臣が主張しているあの国家公務員法の規定でできるんだというのは成り立たないわけですよね。うん、なぜ そんんななな成り立立たたいようう改正を当時の立法者はしたんでしでょうもし大臣が言うように、国家公務員も定年ができ、定年延長ができることになりますと、そうであれば、検察官も今、定年はできるけれども、延長できるようにしようと、もしこういう立法者の意思があるなら、こういう条文の作り方しないですよね。なぜ全条第一項の規定によりというふうに言うように、検察官に適用がないような条文の書き方をしたというふうな理解をされてるんですか。 法務大臣森雅子君、えっと、検察庁法22条には、はいあの、定年制を定める旨、そして定年の年齢と退職時期の2点について特例として定めたと理解をしております。 そして32条の2だったと思いますが、ちょっと数字間違ってたら申し訳ございませんが、そ,あそちらのほうにです、ね、国家公務員法と検察庁法の関係が書いてあるんですけれども、そちらの方にもしです、ね、勤務延長を規定しないということであるならば、そちらの方に記載がされるうべきだと思いますが、記載をされていないこと。 そして検察官が一般の、一般職の国家公務員であることから、特例が定められている以外については、国家公務員法が適用されると理解しております山尾志り君あの。検察庁法の32-2のができたのは、昭和24年なんですね。このとき、国家公務員法には定年も延長もないんです。だからあの、そこで書かれてるはずだなんていうことは通用しないんですね。 定年ができるのは、そこからずっと後のの36年後ですから。だから、32の2で交通整理をしたときに、もし検察官にもね、あの定年延長がないというなら、書くはずだっていうことは成り立たないわけですよ。36年前だから。そのとき、念頭にもなかったってことです。定年延長するなんていうことは。検察官が。それでも、今の独特な理解を、法務大臣、維持されるんですか 法務大臣森雅子君えっと先ほどあの答弁、えー、いたしたとおりですね、昭和56年の法改正、そしてそれが60年に施行されたんですが、あのその時にですね、もしですね、えー、特例ということになっているならば、あの32条の2、また、 32条の2の2になるか分かりませんが、そちらのその国家公務員法と検察庁法のこの両方の関係を定める規定の中に、あの定まるはずという、そういう理解でございます山尾しおり君。あの定まるはずという、その極めてね、あの独,独自の,、ね、あの理解を繰り広げているわけですけれども、私、のこの週末ですね、あのずっともうあの議事録を調べてまいりました。 でこれあの、この国家公務員法改正のときの議論見たらあの、そんな議論されてませんよ。むしろ逆ですよ。ここ、私の手元にありますけれども、えー、昭和56年4月28日、えー、衆議院内閣委員会、これはあの当時、民社党の神田誠さんという議員が、こういうふうに聞いてます。定年制の導入は、当然、指定職にある職員にも適用されることになるのかどうか。 例えば一般職にありましては、検事総長、その他の検察官、これらについてはどういうふうにお考えになりますかと聞いてます。それに対して、小野政府委員、これは人事局の、人事院の事務総局の方です。検察官と大学教官につきましては、現在すでに定年が定められております。今回の定年制は適用されないことになっております。こういうふうにもう答弁してますよ。 定年制は適用されないと、この国家公務員法の、適用できないんじゃありませんか。法務大臣森雅子君えですからあの、先ほどから答弁しておりますとおり、定年制の特例が年,老年齢と退職時期の2点、これについて特例を定めたものと理解しております山尾しおり君。 この今の、えー、小野政府委員の,あの確定的な答弁、定年制は検察官には適用されないと言ってるわけなので、私はじゃあ、この国会の議論の当時ね、定年制っていうのはどういう意味で議論されてたんだろうということをまた調べましたよ。昭和56年4月23日、まあ、さっきの,あの検察官に定年制は適用されないという、まあ、あの答弁をされた5日前ですね。 国家公務員法に定年制度を導入する担当大臣は当時中山太郎大臣。